コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、早速、こちらを紹介したいと思います。じゃじゃじゃんとね、はい、出たグランジスタシリーズから、孫悟飯、少年期ですね、はい、セル編の時の悟飯です。こちらがね、出てますね、はい。これはね、パーツが、ありますね。結構マントとかね、手パーツ、あと頭が差し替えパーツありです。まあグランジスタなんでね、まあでも重さ的にはどうだろう、1キロないね、どのぐらいだろうな、600-700g ぐらいかな、はい、っていうことなんでね、こちらをね今回は開封して、紹介していきます。ではね早速、中身のね、袋の方どうなっているか、見ていきましょう。はい、まずはね、こちらですね、手パーツだけがね、別で、袋に入ってますね、4種類、はい。で、頭部パーツ、こちらが、通常顔と、スーパーサイヤ人2バージョンですね、はい。で台座に、ジョッパーさんの台座に、胴体、はい。そして、マント、はい。このマントいいね、でかい。というね、結構パーツ豊富な感じですよね、はい。ではね早速、開封してね、それぞれいろんなバージョンでちょっと見ていきましょう、はい、はい。ではね、早速、見ていきたいと思います、はい。これはめっちゃ、普通のご飯ですね、はい。まあやっぱグランジスタなんでね、造形の出来は素晴らしいですね、はい。で表情ね、まあ表情もね、やっぱあの普通の時のね、通常時でいられるスーパーサイヤ人のご飯の顔はい。であと刈り上げ具合とかね、これに腕パーツ変えてみましょう。はい、はい、これでちょっと力を入れている、通常時のご飯、ではね、これに、さらにね、頭部をちょっと変えてみましょう。はい、スーパーサイヤ人2のご飯ですね、はい。いやいいね、顔もいいね、で、手パーツを元に戻しましょう。いろんなパターンがね、今回は楽しめるんでね、どのポーズで飾ろうかなとかね悩みますね、はい。ではね、肝心の、マントを装着したいと思います、はい。よっと、はい。で、こっちだな、
はい、これでいいのかな、はい、これでマント付きの、ご飯、やっぱねマントつけるとボリューム感が増すね、うん、いやーいいね、すげえ、このマントつけたご飯でこのサイズはね初めてですよね、いやーいいね、うん、でまああの劇中ではね、見られなかったね、まあ普通のマント付きなのに、スーパーサイヤ人2の顔、はい、こういうこともできるんですよね、劇場版ではなかった、コスチューム、こういうこともできるんでね、今回なかなかいいですよね、うん、なんか遊べるっていうかね、うん、いろいろとなんかどういう感じで飾るかっていうのがね悩みますね、まあこのあれマントのパーツだとねあれ普通の通常顔が一番多分合うと思うんですけどね、まあ、ちなみにねこうやって腕パーツを変えてこういう感じでね、することもできるんでね、いやー本当悩ましいね、どういう感じで飾るかっていうのはね、うん、まあ何気にねこのマントつけたスーパーサイジン2もかっこいいんだけどね、うん、劇中ではあかんない服装になっちゃうからな、でもそこはね、人によりけりっていう感じですよね。だからね、これね、まあそうだな、なんつうかな、なんかもう一体ぐらいやっぱ欲しいよね。なんかね、こう普通のこういうこのね、こうやって。このバージョンのご飯とあとね、もう一つのスーパーサイヤ人2のバージョン、うん、そちらをね、両方ちょっと飾りたいですよね、どうしよっかな、はい、ということでね、実はなんともう1体購入してます、はい、ということは全部で2体私、購入しました、はい、取ったんじゃないんですよ、買ったんですよはい、ということでね、2体実は買ったんで、ちょっとねスーパーサイヤ人2と、マント付きのご飯並べてねちょっと飾ってみましょう、はい、はい、ということでね、普通のバージョンと、スーパーサイヤ人2バージョン、こちら2つ並べてみました。やっぱね、2体やると結構壮観ですね、うん、いやーいいね、はい、こういう感じでね、いやいいね、かっこいい、やるといいね、こうわお、かっけ、はい、まあね、まあ相変わらずねちょっとね台座がちょっと不安定な状況なんですけれども、まあねとりあえず満足なんじゃないですかねこれはね、うん、やっぱグランディスターはねプライズの域を超えちゃってると思いますね、はい、いやいいねこれは、はい、ということでね、今回は、グランディスターから、
孫悟飯、スーパーサイヤ人とスーパーサイヤ人2、2バージョンね、実際は1つなんだけどね、2バージョンで用意させていただきました、はい。ぜひねこれを見てね、もしよろしければチャンネル登録、あとね、よかったらいいねグッドボタン押してください。あとねコメント欄もねくださいね、はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。